どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん儀式の使い手というスキルご存知でしょうか。儀式の使い手っていうスキルなんですけども、デュエルリンクスにはまあスキルっていうものがあってね、まあいろいろ強い弱いあるんですけれども、だいたいスキルっていうのはですね、下方修正が入るわけですよ、強くて。なんですけども、まあたまにですね、情報修正がされる珍しいスキルがありまして、それがこの儀式の使い手。強くなってるんですよねこのスキル、ね、無限の可能性を秘めてるんですけども、どういう修正が入ったか、まあね、まずそもそもライフポイントが1000減るごとに使用できるよっていう修正になりまして、でスキルがデュエル中2度発動できると。手札を1枚デッキに戻すと、デッキから儀式モンスターか儀式魔法を、加えるよっていう効果になるんですね。だからいらない、今いらないカード、もしくは引きたくないカードをデッキに戻して、で儀式モンスターか儀式魔法を持ってこれるっていう、このすげえ強いスキルになってるんですよ。だから要は何が言いたかっていうと、このコズミックサイクルの一発ぶち込めば、いらない手札を戻して儀式モンスターか儀式魔法どっちか足りない方を持ってこれるっていう、めちゃくちゃ強いスキルになってるんですね。で儀式モンスターと儀式魔法を1種類ずつにしとけば確定なんですよ、持ってこれるカードが。これが非常に強力というわけで、今回はこの、紙の OCG の方では全く活躍しなかったマジシャンオブカオス活躍させていきたいと思います。かっこいいですねマジシャンオブカオス、このカードを今日は活躍させていく、かなり尖らしました、かなり尖らした、構築もね、要はマジシャンオブカオスを出すっていうことに全力を注ぎで、出したらもうガーディアンの力とかで、まあ、守ってあげて、でさらにガーディアンの力っていうのはすごい相性が良くて、マジシャンオブカオスっていうのはね、魔法カードの効果ですね、魔法トラップの効果が発動した場合にそれに、チェーンすることによって、まあ、何らかのカード、相手のフィールドのね何らかのカードを破壊できるよっていう効果を持ってるんでね。だからその攻撃宣言とか、まあ、フリーチェーンで発動できるカードがあるとすごく相性がいいんですよ。だからまあガーディの力っていうのはその攻撃宣言時に発動するんで、例えば裏側守備表示のモンスター、まあ今だと例えば裏返るとかね、あとスクラップゴブリンとか、なんかその裏返る的なそのリバース系が強いモンスターとかにもやっぱ強いし、まあもちろん簡単にその魔法トラップカードも破壊できるしね、ということでかなり相性がいいんで、この辺はガン済みと。まあ、あとはまあ相性はいいカードですね。まあ、基本的に高等儀式術と儀式モンスター、この2枚で儀式していくんで、ブラックマジシャンを落とします。なんでブラックマジシャンを落とすから、黒マジのベール、これ入れてると。まあ、これ7だったら別に何でもいいんですけどね。何でもいいんですけど、まあ、黒マジのベールかっこいいから。うん、そういう理由です。はい。で、あとブラックマジシャンなんでね、ブラックマジックも入ってると。これブラックマジシャン扱いになるんでね、フィールドでは。あとは、まあ、狡猾とか、この辺は自由枠ですかね。これは環境によって変えるかなっていう。まあ、これ、呼吸とかに効かないんで、狡猾は。だから、まあ、この辺は環境によって変えていくべきかなと思います。はい。というわけで、早速、儀式の使い手、マジシャンオブカオスやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ヤミーグ選手、いきまーす。よろしくお願いしまーす。手札は、まあ、コズサイですね。コズサイ、コズサイ。ああ、オッケーないですね。コズサイ！ああ、なるほど。まあ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 、しゃあないか。まあ、しゃあないかといったところ。ここで、こうして？何が光る？ここで光る？コズサイかな？あれ、コズサイなんじゃねえかな？はい。はい。はい、マジシャンオブカオス儀式召喚、あ、コズサイやな、あれ、ガーディアンの力発動、はっ、でコズサイ打ってもいいよ、コズサイ打ってもいいよ、コズサイ打ってもいいですよ、ブラマジシャンオブカオスの効果発動、セットカード破壊あれ大丈夫ですか、闇遊戯くん、そんな裏返りなんていう時代遅れのモンスター入れてて僕に勝てるんですか、トムの勝ちです、もうあなたの命はここでおしまいです、バトル対戦ありがとうございました、はい、
AJ ウェイ。はい、まあ、裏側守備表示モンスターを勝利できるっていうのがこの儀式的なマジシャンブカオスデッキね。さあ行きまーす。いや、もうそろそろもうなんか8時間ぐらいぶっつけでやっててなんか疲れてきた。さすがになんか頭おかしくなりそうだわ。もう遊戯をしすぎじゃない俺。もうこんなしかもさ、このテンションで喋り続けてるんですよ俺。やばいでしょ、頭おかしくなるわ本当。こんなこと毎日やったら。いや皆さんもね、ぜひですね、8時間ぶっ続けで喋りながらデュエルやってみてください。ほんとね、頭おかしくなりますよ。週にね2日ぐらいは俺これやってんだよ言うて。だからね、もうちょっと正直本当は生放送とかもしたいんですけど、動画撮影で疲れ切るっていう。動画撮影で疲れ切ってしまってなんか余裕がないっていう、そういう感じなんですよね割と。お、メガラニカ、メガラニカが配信守備表示か、なかなか珍しいムーブやな。それに関しては殺しますけどね、シンプルに殺しますけど、そんなモンスターは。さあセットカードしていただくとありがとうございます、ありがとうございます。ドロー。ですね、なるほど、まずコズミックサイクロンぶち込んで、でこうしてで、なんか除外されて、でスキル発動条件整っていく。お、どうした、コツサイか、これ多分コツサイじゃないかな、多分こう迷ってるってことは、多分ここで1000ライフを払って次またアレイスターを引くかどうかっていうのを迷ってるんじゃないかな。さあどうするんでしょうか、闇遊戯選手。いいですよ、考えてください。お、何もしない、なるほど、何もせずでスキル発動をして、ブラックマジシャン、戻してこうして、でですね、高等儀式術発動を、こうでこうして、なるほどね、これちょっとあれか、処理できないのか、ブラフかけるしかねえな、ブラフかけるしかねえな。これちょっと卓を迫りますか、卓を迫るプレイングします。この魔法カードを使ったら殺すぞっていうプレッシャーをかけて、こうして、でちょっと怖くないんだって、これ多分怖いだろ結構。これでフリーチェーンだから、ほぼだからコズミックサイクロンはあるわけですよ、私 のこの伏せカードに。で自分の高等技術術を除外するというプレイングをするとマジシャンオブカオスの効果によってメガナニカは死にますし、で相手が召喚魔術を使っても結局死にますから、メガナニカは。これだいぶタク迫れてんじゃねえかな。さあどうする闇遊戯を。一応アレイスターが手札にいるっていうのは知っている俺は。さあどうしてる、あ、いいだろう、攻撃表示はいいだろう。これさ、単純にさ魔法トラップ使わないよね多分ね、魔法トラップ使わないとなんか勝利してくんじゃないかなちょっと思うんだけど、どう思いますか、どうしますか闇遊戯さん。まあアレイスターは OK、 アレイスターは問題はなくて、で召喚魔術しますか、召喚魔術。あ、普通に殴っていく、やったぜ、コズミックサイクロン発動、これがタックを迫るというプレイングだ。マジシャンオブカオスの効果、魔法トラップカードが発動した場合、フィールドのカード1番の選択肢破壊できる。見ましたか皆さん、これがですねタックを迫るというプレイングですよ。スキル発動、儀式の使い手、これはフォーカスの落とし穴を戻し、で距離マジシャンブカオスを持ってきて、さらに伏せてあった超絶ブラフカードオープン、高等儀式殺到は残念だったな闇遊戯さんよ。これがタッグを迫るというプレイングだ、覚えておけ。はーん、
遊戯王馬ぶり。さあお相手の方、ペガジンさんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。お、なんだ、甘えですか。それはもう私勝利ですよ。強すぎない、マジで強すぎなんだが、あ、でも勝利でもねえか、勝利でもねえか、こうか、まだ勝利じゃねえかった、ごめん、ちょっと今調子乗った。高等景色圏発動。ブラックマンちゃん送ってこれね、2体出せる時もあるんですけどね、これハンドによっては。今ブラックマンちゃんじゃなくて儀式魔法か儀式モンスターやったらこれも2体出せるんで勝ちなんですけど、いいや。ガーディアンの力装備して、はいはい、はい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 、あい、つえー、やっぱこのガーディアの力装備したマジシャンオブカオスの無敵感やばいよね。もうなんか無敵感がやばい。どうぞ突破できるもんならしてくださいみたいな感じだよね。儀式の使い手、ほう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 、サクリファイス、おう、サクリファイス、あーじゃあやば、ああやべえ、あれこれはシンプルにやばいのではないか。これはシンプルにやばそうだぞ。やばい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 、これパクられるの普通に、やべえ。やば、そこまでにして、そこまで、よしよしよし、まだわかんない、まだわかんなくて、ブラックマッシャー、オッケー、儀式の使い立つぞ。儀式魔法を持って、あ、でもあれ、あ、無理か、待って、あ、無理でもねえか、こうして、こうして、あ、無理か。あ、無理か、あれ、これだって相手でも棒立ちするしかないのか、棒立ちにするしかないのか、棒立ちにするしかないのか。いやー、待ってくださいね、これはどうしたら、なんか普通に本当マジのペガサスに分からされそう、マジペガサスに分からされるっていうパターンになりそう、やばいな、ワンチャン、あ、え、やったんだか、なんかやったんだか、おい、ね、にわかマジシャンオブカオスの効果よく読めよ、にわかですか、金貨病。終わったー。にわかじゃなかったー。全然にわかじゃなかったー。強すぎ。強すぎ。おい、金貨病強すぎ。